輝いて生きる未来食つぶつぶ創始者の大谷由美子です。夢は日本生まれの波動アップ食術未来食で世界を健康にすることです。さあ今日は三食芋ご飯というね、本当にねこうご飯なんだけどケーキなんだけどみたいな、とってもこうふんわりリッチなこう炊き込みご飯、スイッチポンでできる炊き込みご飯をやろうと思います。材料はこれだけ、お米、そして餅泡というね、女性の体を特におっぱいの出を良くしたりするとても栄養豊かな雑穀、そして3種類かぼちゃ、お芋、ね、そしてじゃがいも、3種類のねホクホク食材を使ってご飯を炊きます。まずお米ね、お米はできたらね白米でいいけど七分漬けが一番あの栄養も良くて美味しいのかな、ね、白米か七分漬けのお米を研がずにサラサラと洗ってざるにあげておきます。それから餅泡、西日本のずっと古代からの主食だった穀物、これが泡です。泡にはもちもちっとした種類とこうね、うるちっていう普通のご飯みたいに炊けるものとあるんだけども、この今日はもち泡を使います。もち泡を混ぜることでこうおこわみたいなふんわりご飯ができるんですね。栄養価もバッチリで、これはこれもサラサラとね洗って、そして浮いたゴミを溶かしてこうやって水を切っておきます。小さいので目の細かいザルを使うのがコツです。そして塩、じゃあまずね美味しいホク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 のお芋、かぼちゃ、ね、もうこれだけでとっても大地の恵みがぎゅっと凝縮しておいしいよね。これを使ってだいたいね入れとくと、入れて炊いてる間に崩れちゃわないように結構 1.5cm、 なんとなく 1.5cm 角くらいにこれを切っていきます。丸いからね、そんなに神経質にならなくてもいいよ。で、こんな感じ、コロコロってコロコロっとした、ね、この緑と黄色が、あ、皮ごとね、皮ごと。ただね、こういうとこにくっついたらこうプチッと硬いとこだけは取って、だいたいね、こんな感じ、はい。で、これに合わせて今度さつまいもです。お芋もね、昔から焼き芋とかね、私たちの小さい頃はあの焼き芋が結構大事なおやつだったんだけど、皮ごとの焼き芋を食べたら胸焼きしないって大人たちがずっと教えてくれて、焼き芋は皮ごと食べるんだよ、なので今日も皮ごとです。で、これをね、野菜ってファジーだからまあ大体のサイズね、なんか感じとしてはなんとなく質量容積がこう一緒になるような感じで切ると食感が一つになっていいかな。さあ3種類目、じゃがいもね、ちょっとだけこういうあんまり気になるところをちょっと取ってね、ちょうどね皮のところに、皮の近くにすっごい消化酵素とか栄養がぎっしり詰まってるので、皮ごとね料理すると美味しい上にね消化もいい。そしたらこれも 1.5 ね、これ全部ね一緒にしちゃいます。炊飯器にまずお米を入れます。そしてもち泡を入れます。そしてここにお水を入れます。3合ね、これ3、ちょうど3合なの。いつもの好みのね炊き具合のところに入れてね。じゃあこのお芋にね、いつもはご飯に入れるんだけど、このお芋に塩混ぜます。よーくこうお芋の周り、お芋ってねちょっと波動的に少し体冷やす、全体に陰性なのね。なのでこうやってちょっと
こう陽の陽性な塩と波動調整をしてから入れます。でこれをタタタタタ、そしてどうしても塩がちょっと残るのでこの中の水を入れて、ね、このボウルに残った塩も全部、はい、そして軽く混ぜます。わあ、なんか楽しみになってきたでしょ。すっごい綺麗じゃない、こうなんか秋色って感じ。じゃこれを入れて、はい、そしてスイッチをポンと押したら、あとは炊飯器さんが働いてくれて、ほっかほかのなんかもう最高ご飯楽しみしてて。さあ炊けました。さてね、いつもね、蓋もう大丈夫と思いながらもドキドキしちゃうの。どんな顔が現れるのかななんて。うわあ、見て見て見て、湯気の中、あ、もう湯気浴びてるだけでなんかお肌ツヤツヤになっちゃいそうなふんわりご飯。風を入れます、いつも通り。香りが少しこう崩れ気味のこの感じが素敵。さあ食べてみましょう。もうね、なんかほらなんかデザートにもなりそうな美味しいごちそうご飯の出来上がりです。さあ食べよう、ね、どこに当たるかなみたいな感じ。お芋さんに当たったら、うん、なんかね、本当に不思議だけど、ご飯の中で煮えた野菜って本来の野菜以上の力を発揮してくる。今お芋だった、今度ちょっとかぼちゃ、うん、なんかね、かぼちゃミルクになってる、ミルクになってる。でいつもね、じゃがいもって美味しいけど、こうもそもそするこのじゃがいもがですね、どんな感じになってるのかなって、うん、なんか2つ甘いじゃん、あのかぼちゃとさつまいも。でもじゃがいもがね、ちょっとキリッと引き立て役をしてて、なんかこの辺の混じってるとことか食べちゃうとひたすら食べちゃうでもご飯と一緒にね、そうそう、こんな感じで食べます。うんうん、美味しいご飯ね。これにちょっとスープね、簡単なスープでもあったら、あるいはお茶があったら、もうそれだけでお漬物つけて食べてね。で今日はあんまりにも簡単なんで、でご飯ってそうは言ってもね、1合少なくとも1合2合ね、3合くらい炊いておくと、もう毎日毎日食べられて便利なんだけど、ちょっと応用がね、飽きちゃわないようにちょっと応用を教えたいと思います。今からこれで豆乳を使って、もうなんていうの、デザートスナックみたいな、あのミルクがゆを作ってみようと思います、ね、ご飯を炊く時間ってこうね、もう自然宇宙が決めた時間通りにかかるんだけど、でもこれをね、炊いたものを何回にも展開したらいいでしょ。なので私はこの展開料理っていうのをどんどん紹介して楽しんでるんですね。それでは今日はこれにちょっとカシューナッツをこうほんわかでした味なので、これちょっと舌にくる歯ごたえと舌触り、プチプチをするためにいったカシューナッツを刻んでいきます。ナッツはなるべく使うときにいってすぐ食べる、
生のままナッツ食べるとね、結構お腹壊す人もいるけど、本当消化はすごい悪いのね。種子とか種類ってやっぱりみんな本当はこう消化されずに自分の子孫に残したいから、消化されない物質っていうのが結構多いの。それが火を使うことで溶けるんですよね。その消化されないぞっていうこうなんて結界みたいなのが溶けるの。だからちょっといった。でもいってそのまま置いとくとね、また酸化してしまうので、なるべく直前にいってそして使う。で、豆乳、これ大豆から絞ったお豆腐を作る前の豆乳です。あんまりね、牛乳代わりに豆乳飲むっていうのはとてもこう消化が悪いし冷えるのでおすすめしてないんだけど、こうやって料理に使うとね、とってもコクのある美味しいものができるのでおすすめです。それではミルクがゆね、これ離乳食とかにも結構いい。で、ここにお水です。4分の3カップ、ね、のお水。これ180g、ご飯だいたい1人分ね。でも結構ボリューミー、お粥にするとね、すごいなんかボリュームが増えるんだよね。で、これで煮ていきます。ある程度煮えたら豆乳とカシューナッツを入れてさらに煮るだけ。もうね、炊いたご飯に豆乳とカシューナッツを入れてただ煮込んでいくと、わあ美味しい。でも最初にね、お粥状にするためにお水で煮ます。鍋の中って本当にね、それぞれのこうもうあらゆるものって素粒子でできてるってもうみんな知ってるよね。で、この素粒子それぞれの組み合わせ方でかぼちゃになったりお芋になったりしてるんだけど、それが一回ね、この鍋の中で火と風と水の力で溶けるのよね。で、それぞれがこう見えないところでこの組み合わさって全く新しいものができる。だから鍋で煮るっていう、煮るっていうのは私は言葉のあの研究もしてるんだけど、煮っていうのはね、顔が煮るとかいうように定着させるっていう意味のね。なので新しい構造を作って、ね、新しいエネルギーを定着させるっていうのが煮るっていう意味なんですよ。わっとコトコしてきた。で、こう割としっかりと緩んできたらここに豆乳を入れます。で、カシューナッツね、なんかほら見て見て、トロリンがこうなんていうの、ミルクの中にいろいろ来て綺麗でしょ。そしてカシューナッツ、これでコトコト煮ていきます。ほら、なんかいろんなエネルギーがこうこのミルクの中に溶け込んでいくの分かる。泡の力でこうぐーっと中がまた全然違う美味しさがまた楽しめる、ね、今日も美味しい、明日も楽しいっていう料理。これだったら炊く時間もないのであっという間。あんまりかき混ぜすぎない方がいいんだけど、途中ちょっとあんまり水が足りないようだったらこう水足すけど、まだ大丈夫。なんかこうミルクリゾットみたいな感じになってきたかな。わあ、できた。あとはね、もうこのどこぐらいまで煮詰めるかはあの好みなんで、ちょっとこう下こそげながら最後こんな風に仕上げて、美味しそう。できました。ミルクがゆの出来上がりです。早速食べてみよう。どのお芋に当たるかなみたいな、なんかパズルみたいな楽しさもあるんだよね。でもほら、こうかぼちゃもコロッといったりして、うん、おいしいよ。でね、これお塩足さずに作ったのでとってもまろやかな。でもなんかご飯として食べたい人はもうちょっと途中で好みのお塩を入れてくれたりしたらいいかなと思います。はい、ミルクがゆでしたね。スイッチポンでご飯炊いて、ご飯って楽しんだらこんな風にちょっと応用できる。楽しいでしょ。さて、今日はここまでです。次はどんなレシピを紹介しようかな、楽しみです。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。